はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。今日は長野県は中野市に来ております、はい、そこで珍しいパンがあるということで来たんですけども、その作ってらっしゃる方に来ていただきました。すみません、自己紹介お願いします。はい、こんにちは。ファーム佐藤清美キッチンです。お世話になります。ちょっとじゃあパンについて紹介していただけますか。はい、はい。うん、うわ、それも可愛いです ね。ファーム佐藤清美キッチンで作ってるんですけど、はい、やっぱあの担当がいろいろありまして、はいはいはい、一人だけじゃないので、あ、はい、そういうことか。はい、手伝ってもらってます。あのお花をイメージして作ってます。はい、なるほど。はい、なんか苦労したことありますか。苦労したこと、あの、はい、フルーツのね、この果汁とかもやっぱ完熟なものを使いたいので多分ね出てきちゃうと思うので、はい。で、私のファーム佐藤っていうのはブドウを作ってるので、はい、でそれを使ったブドウパンになります。とシャインマスカットのレーズンを使ってます。はいはい、そしてその横のがこれがピザパンです。ピザパン、はい、なるほど。それとこれですね。あとは、ちょっとしたおやつ、はい、焼き菓子になっています。で、あの今の季節にちょっとぴったりな、はい、スノーボールクッキー、冬をイメージして作ってる、はい、口どけが雪のように、はい、雪なんですね。はい、今日はファーの佐藤さんということで、まあ、やってらっしゃると思うんですけども、よくこういうことをされるんですか。まあ、冬はちょっとお休みなんですけど、はい、まあ、春からちょっと秋にかけて、あとブドウが取れるシーズンにやっぱ直売、対面の直売ができたらいいなと思ってるので、はいはい、まあ、そこに付随するような、パンとかお菓子を売らせてもらってます。まあ、女神ハウスというところに来てるんですけども、はい、ここを利用することはよくあるんですか。私もまだ始めて1年目なので、はい、あのまだこれからなので、あの一緒にまた、はい、はい、これからってことですね。はい、やっていきたいと思います。定期的に、じゃあ、そうですね、定期的になったらいいなっていう、はい、まだ模索な段階なので、はい、今後はどんな風にしていこうと思ってるんでしょうか。あ、今後ですか。はい、今後はそうですね、やっぱ触れ合いが大好きなので、はい、まあ、作った人の顔が見えるような販売の仕方ができたらいいなと思ってます。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。はい、インスタもやってますので、はいですね、はい、はい、ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。すみません、お名前なんて。あ、宮崎千恵と申します。宮崎さん、はい、は普段はスポーツとか何かやってるんですか。スポーツですか。はい、アメリカ発祥のピックルボールしか今はやってないです。はい、バドミントンと卓球とテニスを掛け合わせたもの、はい、そうそう、ピックルボールってアメリカですごい大人気で、で、ずっと、まあ、やってなくて、はい、今やっとピックルボールに出会えて。どこで やってるんですか、これ。私山の内でピックルボールを立ち上げて、はい、自分で、はいはい、クラブを立ち上げて自分で主催して、はい、今度町のスポーツ団体に入れてもらえることになって、うん、いいですね。はい、広げて。テニスコートみたいに広いんですかね。バドミントンコートがあればできるんですよ。だから体育館でもでき、体育館でやってるんですけど、はい、へー、うん、なんかね、前はウォーキングしたりヨガしたり散々しましたけど、はい、冬はできなくて、でヨガもちょっとなかなか最近続かなくて。これは何をしてるんですか。これは手にも足の裏と同じように全部あのツボ反射区があるので、そこを刺激したり流したりしてます。長いんですかこれ。社会にいる時に資格は取ったんですけど、あのマダラウのトレイルランニングとかの選手のあの足を揉んでたんですね。はいはい、うんうん、そう、それボランティアとかで結構出てて。ボランティアになっちゃったんですか。いや、ボランティアで出てから選手が走り終わった後、うん、
先週揉んでました。お金を少しもらって。ああ、そうかそうか。うんうん。でもそう結構選手の足の疲れが取れたりとかね。うん、うん、そうでやってなくて社会を抜けてからやりだしました、本格的に。うん、夢みたいなのあるんですか。夢、うん、そうですね、あのやっぱりセラピストと受けてくださる方の相性もあるので、うん、私を見つけてくれる人と、はい、私と、うん、これからもこうやってもらいたいって思ってる方さまざまだと思うんですけど、私は私の主義を変えるつもりはないし、はい、うん、でやっぱりセラピストとしてもっとそうだな、人に寄り添っていく、うん、主義を、うん、主義じゃないな、うん、時間を設けていきたいと思ってるので、はい、ただマッサージをして終わりじゃなくて、うん、その人の体と心にも寄り添っていきたいとやっぱり思ってます。なるほど、うん、ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。